それではベスコスで横井ちゃんにメイクしていきたいと思います。お願いします。イエーイ。ベスコス、下地部門第3位から第3位はこの2つです。じゃじゃん。シャネルのルベランラバースオーキデとスタジオフィックスマッティファインシャインコントロールプライマー。2位はデコルテの下地になります。そして1位は王子が作ったオメロゼです。これのおすすめポイントはまずクリームですごい保湿してくれながらかなり透明感を爆上げしてくれるということで、こちらを選びました。ちょっとずつ全部使ってみる？あ、がいいです。ちょっとずつ全部使ってみようか。はい、じゃあまずこのシャネルのルベランの手置きしたら伸ばしていきます。これいい匂いですね。軽く全体的にまずトーンアップして、スタジオフィックスのマックのやつで、鼻のところ、テカリやすいところと毛穴が気になるところにしっかり塗っていきます。すごいですね。いい感じです。このブルーの T ゾーンにつけて、これは、マットくんの作ったエムロゼです。透明感爆上がりしてる。キャキャキャーって。それでこの下地を、これデコルテの下地ですか？そう、デコルテの下地を。おお、これめっちゃ気持ちいいですね。そうなの、これすごい柔らかいよね。目の上もね、これで、いきます。あ、綺麗。綺麗だよね。下地だけでこれぐらい作っちゃえばすごいファンデーションの量少なくできて、すごい綺麗。え、さっきまであんなくすんでた顔が。じゃあこっからファンデーション部門で第3位はクレドポーボーテのファンクレームエクラファンデーションクリームタイプ。これはもう本当にクリームタイプでかなり高保湿で、しっかり綺麗になります。年齢層問わず。と2位は私が毎日使ってるこちらプリズムリーブルスキンケアリンググロウジバンシーのファンデーションです。1位はこちらのスックのユキチファンデーションです。6種類あるの。めちゃくちゃチョコレートじゃないですか。これどうやって使うんですか？ね、これをね、このまま使うわけじゃなくて、まずこのかなり濃いめの色を取ってみたんですけど、単色使いでは絶対使えなくて、ちょっと混ぜて濃いめのファンデーションにしてからコントワーとして使います。コントワーってシェーディングのことなんですけど、これぐらいの色に自分の手の中でしてから使った方がいいかも。これでどうなるんですか？これを塗ると顔に陰影ができる。へえ。ハイギアをしっかりこのコントワーしてあげることによって顔が小さくなってファンデーションが浮かなく見えるから、一番大事なのは左右に2本ラインを引いてあげて、で鼻の先を黒くする。トナカイになっちゃいますよ。そう、トナカイになっちゃうかと思うんだけど、鼻は黒くした方が美人になるから鼻は黒くします。え、いい感じですね。うん、あ、そこしか塗んないんですか？おでこそこしか塗んない。いつも全体塗ってました。ベージュの中で一番明るくない色を塗ってます。この3色の中で真ん中の色115番を塗ってます。ポイントポイントで塗った方がいいんですか？そう、ポイントポイントに塗った方がいい。全顔に塗るとめっちゃ顔が大きくなっちゃうから、そう、コンシーラーを塗っていきたいと思います。コンシーラーはちょっとここに蒙古斑があるので、こちらのジェニーハウスのコンシーラーと、ニキビ用のところはオンリーミネラルのアクネプロテクターをつけていきたいと思います。ね、伸びが良くてこのコンシーラーはよく馴染むのにちゃんと消えるっていうのが、うん、ちょっとそばかすとかが目立つところにもつけてあげるとすごい感じです。おお、消えたね。次、これね、ニキビ用のコンシーラーで私が一番愛用してるんですけど、
本当に消えるんだよね。はい、でもこれあまり見えないね。本当にもう消えちゃって。ニキビ消えました。はい、すごい。リップ部門第3位、こちらのスックのリップです。こちらです。第2位、シャネルのルージュアムールラック84番。おー、でも大人っぽい。そう、こんな感じの色です。そして1位、ルージュディオールフォーエバーリキッド100番。みんな大好き。みんな大好き。横井ちゃんの唇が潤いがないので、すごい乾燥してる、かわいそう。何が起きたの？高見塗りました。高見のリップ塗りました。かわいいじゃん。後でなんかスカウトされますかね、もしかしたら。オーディション行っちゃうかもよ。唇が潤うのを待ってる間チークをします。第3位、じゃじゃん、こちらのジバンシーのプリズムリーブルブラッシュチークカラー。これちょっと使い方難しいねってさっき話してたから、みんなで使い方をレクチャーしていこうと思ってます。で、第2位、ナーズのエアーマットブラッシュチークカラー0539番。こんな感じで、これも難しいです。そう、でもシャドウとかにも使えるし、リップにも使える、すごい綺麗な色になってます。じゃんじゃん、第1位、ミルクタッチのチークになります。お粉までやったふわっていう感じが出るので、無駄に重ね塗りしなくて済むので、もうチークしたらほっぺはもう触らなくて済むっていう風になるから、これかなりおすすめのチークになってます。この部分にちょっと楕円形に入れる、これが好きだからその入れ方で、で、サッサッ、もうそんな軽くでいいんですか、うん、かわいい、かわいい。ここにあるんですね。でも真ん中だけポイントでこのジバンシーのチークを取って、うん、でちょっとここでなじませてから高いところにだけなじませます。おお、真ん中だけ発色する感じ。いいですね、うん、いい感じ。顔に色がついてきました。そう、唇も潤ったので、さっき1位になったルージュディオールフォーエバーリキッドの100番をつけていこうと思います。はい、リップは縦に塗ります。これは本当に綺麗でお上品な顔に塗ります。 なるから塗るだけで、かわいい。これ浮かないですね、うん、似合ってるんだけど。本当ですか？え、メイクした方がいいよ人生変わるよ。買います。アイシャドウ部門、ルルルルルン、第3位、ヒンスのニューデプトアイシャドウパレット3番。これはこんな感じの色味になってます。今年っぽいですね。そう、今年っぽいの。キラキラのラメも入ってるから、うん、涙袋とかにも使えるし、これ1個でいろいろ使えます。おしゃれさんにおすすめな第2位、ディオールの、バックステージ005のプラムっていう色で、このピンク系が入ってるし茶色系も入ってるし、いろんな顔になれるパレットです、うん、メイク上級者の人におすすめなパレットになってます、うん、第1位はスナイデルのアイデザイナーっていうアイカラー、こんな感じの色になっていて、これね、初心者さんの人も使いやすいし、うん、マットで1色ずつ単色使いしてもかなりおしゃれ顔になれるので、まず最初にこの濃い色、そのままつけると濃くなっちゃうから、ハケではたいてからアイフォームの全体に伸ばしていきます。見てみて、もう全然違いますね、塗っただけで。それを塗ったら次はまずピンクで目の下にちょっと塗っていきます。涙袋を、陰影をつけていきます。おー、自分なのか声かけてるけど横井ちゃんです。目の上が腫れぼったく見えないようなちょっと濃いめのシャドウを全体的につけることで腫れぼったさを隠して、うんうんうん、でも目の下の涙袋があった方が幼く見えて可愛いから、少女の感じで目の下は赤くしました。光がトップの部分だけ当たるから、そこのとこにはこのボビーブラウンの、これをボビーブラウンのロングウェアクリームシャドウスティックの30番のトリュフっていう色を塗ってあげます。おお、キャンキャンキャン、可愛いね。
ハレポッタイ人は単色で暗めの色だけを薄く塗ってあげるだけの方がおしゃれ顔になるし、あんまり重ねると逆に締まっちゃって目が小さく見えるから、うん、ハレポッタさだけをケアしてあげて目をちゃんと活かした方がいいです。へえ。で次、アイブロウでこの資生堂のブローマスカラインク、アッシュ系のブラウンの人はすごいおすすめ、いい色がないなって思ってる人、うん、私が使ってるのはこのチフレのピンクのよく使ういつも使ってるやつ、うん、これもめっちゃいいけど、第1位はこちら、アナスイのアイブロウコンパクト04番です。同じような色を顔のどこかに混ぜ込むことによって、この眉毛を薄ピンクにしても浮かないっていう効果があって、丸い部分でこれチークにしてもリップにしてもアイシャドウにしてもいいよっていうのが入ってます。これで眉毛を描いていこうと思います。ピンク眉になります。ピンク眉になります。でもね、これすごい自然だから、でブラウンとちょっと混ぜて使ってるから、いい感じですね。いい感じ。かわいい。かわいいですね、うん、今日私になったらもうみんなちょっとやばいかも。振り向いちゃう。かわいい。振り向いちゃうかも。キャー。眉毛を今年は、そして立たせるのが流行ってるから、ノムアンドの眉毛を立たせるハンオールブローフィクサーで眉頭を立たせていきます。かわいくない？え、かわいい。めっちゃ立ちますね、これ。え、これ最高じゃん。どうですか？正面で見せたね。ありがとうございます。今年顔。と、アイライン部門1位。アイラッシュライナー。アンミックスじゃないですか。アンミックス。ポイントはこれすごくペンシルなんですけど描きやすいっていうのがポイントです。2位に私が選んだドーリーウィンクのコージードーリーウィンクマイベストライナーのピンクブラウンのアイライナーで、ピンクブラウン、そう、こういう感じの色見えないね。結構薄いく引けそうなので、この薄く引くので、私がお気に入りのこれ普通に私物なんですけど、赤いチークみたいなオレンジっぽいシェーディングで顔の色を調節していきます。鼻をちょっとだけもうちょっと赤くしたいなと思って、鼻に今つけていきます。全部をなじませる感じ。最近鼻先をちょっとだけ白くするのにハマってるので、それをこちらのジバンシーのタンクチュールシマーパウダーっていう、目の目尻のところと唇の山のところと塗りました。ここそう、これチフレのアイブロウの茶色の下の2つでちょっと混ぜて、でこれをさっき塗ったところのちょっと上の部分にこうやって影を出すように、サンローランの薄紫と赤を混ぜて、ピンクもちょっと入れて、これで口の周りの輪郭をちょっと、これはちょっとオーバーリップにすることで唇のバランスがちょっと大きくした方が、本当になった、口がでかくなりました。口がちょっと大きくして、目の幅が大きいけど、うん、唇の幅が狭かったからバランスを良くしました。もうちょっとリップちゃんと塗って、うん、あとマスカラを塗ります。かわいくなりました。ビューラー一回もやったことないですよ。嘘、できるやり方初です。ちょっとやってみましょう。合ってます？合ってる。ちょっとずつ、そう、合ってる。え、うまくない？え、本当ですか？初めてにしてはすごいうまくない？人生初ビューラーマスカラ部門第2位、アイラッシュマスカラ102番デカメチェリー。またピンクっぽくなっちゃいますね。1位は、はいはいはい、リアップのマスカラなんですけど、これちょっとブラックなんで、こっちの2位のマスカラをつけていきたいと思います。マスカラもこんなちゃんと塗ってもらうの初めてなんですけど。人にマスカラ塗るの私初めてかも。なんかメイクってし終わった時にちょっとバランス見て、薄すぎるなって時はちゃんと、はい、もうちょっとつけてあげて。どう？え？ちょっとだけさ
グロス部門やっていい？グロス部門もう1位ヘラのスパイシーヌードグロス。あとこれはちょっとマットになるんだけど、これはちょっと塗ってみよう。かわいい、かわいくなった、ツヤツヤです、かわいい、イエーイ、イエーイ。横井ちゃんどうでした？なんか初めてこんなちゃんとメイクしたって感じで、うん、ありがとうございます本当。ありがとうございます。もう顔だけですごい今年って感じになって、うん、横井ちゃん的にはどれが一番買って使ってみたいなって思った？え、私ですか、うん、でもやっぱ一番はこれ今年ですか？これはね、これずっとあるんだけど私がすごいお気に入りのニキビのコンシーラーです。そう、これが本当に一番すごい隠れるよねと思って、うん、ここに本当にニキビあったんですよ、2つぐらい。そうだよね、ニキビなくなりました、ありがとうございます。私はさっきね紹介し忘れちゃったんだけど、うん、クッションファンデ部門も今紹介すると、うん、これね全部良くて全部同率1位。ヘアメイクさんとか周りの友達もみんな必ず1個は持ってる NARS のこのクッションファンデーション、薄付きなのにすごいカバーしてくれるので、もう素肌が綺麗な人に見えるクッションファンデで、すごい綺麗です。そうで、テカテカしすぎず、うん、でちゃんとマット感、セミマットな感じになって使いやすいからおすすめのものです。ムードのクッションファンデ、ふわふわなんだよねこのつけるのが、うんうんうん、韓国の女優さんの肌みたいな感じになりたい人におすすめ、白いピンク肌みたいな感じになるクッションファンデです、うん、ラネージュのクッションファンデ、これは韓国でめちゃくちゃ人気のクッションファンデで、うん、とにかくナチュラルだよね。おー、めっちゃ綺麗ですね。そう、本当にナチュラルで、すごいナチュラルで、うん、マスクにつかないっていうので人気になったクッションファンデで、でもこの肌色がもうちょうどいいよね。でも誰にでも馴染みそうな、そう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 、浮かない感じだけど、うん、しっかりカバーしてくれてどんな肌色の人にも馴染みそうな色です。あとお粉も紹介してなかったんだけど、横井ちゃんの肌質はあんまりお粉しない方が肌が綺麗に見える肌質だったので、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー、これ本当にすごい透明感出るんだよね。これどう？すごいマシュマロ、あ、これ、あ、いい、最初からやればよかった、すごいずっとテカテカだから。あとねこのねセザンヌのこのお粉もめっちゃ良くて、セザンヌのお粉はこうやって蓋付きなの、うんうん、だからパフってなんなくて、これもねすごい透明感が上がって白くなるだけ、うん、透明感が上がるだけなので、いっぱい紹介したね。これもおすすめ、一番好きでした。これすごい可愛くて、うん、もうどんな人でも浮かないんじゃないかなって、ね、これめっちゃいいんだけど、ちょっと乾燥しやすい人はちゃんとリップつけてから塗らないと、うん、セミマットになってくるから、うん、リップクリームをしてからつけた方がより発色が良くなって綺麗に見えると思います。はい、あと私はこのヘラのねマットのリップもすごく好き、うん、赤っぽい、うん、赤オレンジっぽい、うん、おしゃれな色になります。うん、2021年のベスコスを使ってメイクしてみたを終わりたいと思います。またね、またね。